吉田さん、はい、よろしくお願いします。まず簡単な自己紹介から。はい、昭和40周年までの、6月28日、今年で45歳になりました。で、写真歴が僕が18歳の頃からで、今年で25周年目になります。入ってもいいね、近くで。はい、近くない。はい、で、今はジムを中心に写真を撮って、大体年1回に個展をやったり、あとグループ展での出展と、あとイベントがあって今日みたいな日があった時お誘い受けて、こういうような感じで展示会をやらさせていただいてます。今回は、はい、そうですね、横浜、にある、神奈川県民サポートセンターでグループ作品展ですね。で、池谷さんと一緒にやらさせていただきますね。はい、はい、はい、僕、病気、障害っていうよりも病気なんですね。進行性筋ジストロフィーデシャンヌ型という進行性の遺伝子系の、病気です。まあ、そうですね、5歳くらいから発症して、で、最初は普通に飛び跳ねて、歩いていたんですけども、やっぱり時間をかけて、体力筋力の低下によって、車椅子になり、電動車椅子になり、まあ今に当たってるっていう感じですね。21メートル、はい。そうですね、僕のテーマが、どうしてもやっぱりカメラっていろんな場面でレンズを向けて撮影すると思うんですけども、やっぱりカメラを、撮影するときにファインダーを覗いて、でアングルを決めるんですけども、僕は車椅子の高さですか、高さがやっぱり取れないので、まあ地上から1メートルの見た僕の世界をですね、皆様に知っていただこうと思って、それを中心に僕の目線から見えたものを撮影してました。まあそれは風景だったりだとか、街並みだったりだとか、あと僕が見える花だったりだとか植物ですねっていうものがどういうふうに見えるんだろうかっていうのを結構中心に撮っていて、で今ですね、僕の目線を見た目線っていうよりも見た世界ですね、まあ、世界情勢だったりだとか、で人だったりだとか、で、その人っていうのは、内側の部分を決めたその部分を撮影をしていたりしてます。でもう、作風を見てもらえば分かるんですけど、
笑ってるような写真ってよりもうつむいてるやっぱり写真の方がやっぱりで多くて、で大体女性のモデルを使ってこういうなんか考えた表情だったかとか、苦悩に満ちてるちょっとあのちょっとド M 的な感じの作風を今作ってます。はい。今回は大学ですよね。はい。大岡大学の。はい。はい。なぜここなんですか。ですね、2年ぐらい前にですね、また違うイベントでですね、障害者が IT を使って生活をしているっていう紹介のイベントが1回あって、でそこでちょうど司会進行をやっていたのがですね、神奈川工科大学の教授、小川教授だったんですけども、でその教授がここの大学のやっぱり先生でですね、でまあそのうちの大学でも吉田さんの写真をちょっと展示してほしいっていう依頼から実現した内容ですね。それで実はこのサブタイトルになる届かぬ指先っていうのは、実は僕が最初に一番最初にやった、古典のサブタイトルになっていて、ちょうどこの時にですね、NHK に取り上げられているニュースだったりとかいろいろあったので、でまあそういうこともあって、でもう一回、その時に出した写真とかを再現してほしいということで、その時のテーマを再現してみました。だからその時に展示した写真だったりだとかそういったのが多くて、あとはこの時に僕のちょっとひょんなところから知り合いになれたボンボルガ山口っていうミュージシャンがいるんですけども、その方がそのイメージソングを作ってくれて、それを当時、式典をやってレセプションの横浜でやらされていただいて、それがもう今からもう8年ぐらい前のものですね。まあ、そういう経緯から今回で1週間ほどちょうど学園祭とぶち当たるで今回やらさせていただいてます。小川さんは結構写真を女性のポートレートなんですけど、はい、そこになんか意味があるんですか。最初の花とか言ってたんですか。そうですね、最初撮っていたのが、風景とかあと花ですね、基本的に車椅子に乗って撮影するんで、なかなか動いてるものが撮りづらかったのと、最初はもう本当に何を撮っていいのか分かんない状態であった時期だったんで、そっからですね、僕の友人から、知り合いのそのお子さんが、オーディション用の写真を撮ってほしいっていう依頼から始まって、そこからなんか人って面白いなって思えてきて、でそこからやっぱり口コミでいろいろとこういうの撮ってほしいっていうところから人物像を撮って、で結構そこからメインの被写体が
人でありポートレートで撮るようになったのが一冊ですかね。はい、もう、まず20代前半は本当に在宅でいて、まあ、20代後半ぐらいから障害者の子たちが集まるグループホームで通人で、生活をしていて、まあ、そこからもっと自立した生活を送りたいってことで、今から15年ぐらい前から、同じ、横浜市の方でヘルパーホームヘルパーを24時間入れて、一人暮らしをしています。その時にちょうど僕の仲間なんかと、NPO 法人コアという介護派遣事務所と、あと障害者の社会参加を目的とした団体をちょうど設立したのが大体それぐらいだったんで、はい。はい。はい。はい、人の広がり方がやっぱり違ってて、まあ、バレッキにつながる点は、まあ、そんなにはないんですけども、やっぱり、そういったところで知り合った人が、まあ、手伝うよと。で、やっぱり撮影する場所も機材持って移動したりだとかですね、しなきゃいけなかったりとか、いろいろやんなきゃいけないんで、で、まあ、車出すよとか、あ、運転するよっていうものがあったりだとか、時に現役でその時来てる、ホームヘルパーの女の子がいたんですけど、その子がモデルを時間外でやってもらったりだとか、そういうなんかつながりは結構いっぱいあって、でそういうところから陰で助けてくれる系がいっぱいできたっていうところはやっぱりありますよね。そうですね、NPO の関係者としてやっぱりやっていったときに、やっぱり人の生活だとか社会参加に加わったときに、やっぱり、苦労する者たちだったりだとか、あと自分の目的を作るっていう人の中で、ものが結構多かったんで、まあ、その中で僕も自分というものを持ち、で自分という作風を作り上げ、でこういうものを作るっていうのが、やっぱりそういうところから来ているものも数多くあると思います。はい、いつもやっているグループってあるじゃないですか、どういうわけか、はい、はい、あれはですね、やっぱり、グループ展っていうからには、やっぱり人に、作品を見てもらうっていう観点から、やっぱりその自分は書き込みでも趣味で絵を描いているとか、あとはもう学装レベルぐらいに、
できる方々が、を中心にお声をかけたりとか、一緒に参加してやってもらって、で、まあそんな厳密に公立じゃなきゃダメだってわけじゃないけども、やっぱり基本的には自分の意思で参加したいっていう方を中心に、いろいろなんか参加をしていただいてます。あ、そうですね。やっぱり、僕みたいに身体障害を持っている方で、手使えなくて足で絵を描いたりだとか、あとはその口で筆を加えて絵を描いたりだとか、で、あとは肩書きの人で、絵を描いたり、写真を撮ってる人とかもやっぱりいたので、結構僕も障害者アートの一人としてはすごい共感できる方は今までに何人もいらっしゃいます。はい、SL の安井さん、はい、そうですね、はい、電車が SL で好きで、ご家族のお父様と一緒に寒い中ずっと待ってシャッターチャンスを逃さないで、で瞬間シュート SL の写真を一緒に撮りに行ってる安井さん、そうですね、彼も障害者アートとしてカメラマンとしてでは、まあ、そこそこな方だと僕も尊敬してます。でちょっとね本人はその病気のためにも亡くなられてしまったんですけど、まあ印象的には僕の中には数多く残ってるカメラマンと一人ですね。安井さんも吉田さんみたいにこう車椅子にこう三脚みたいなのをつけてなんか撮ってたんですよね。そうですね、そんな感じで撮ってたはずです。なんかそういうのの構築とかと今回の、ね、大学とのコラボレーションでなんか IT を使ったっていうなんか設定とかこれから先見つけられるとかあったりしますか？そうですね、やっぱ工業系の、大学で、やっぱりその機械的なものを扱うというところと、でその小川教授っていうのはこの福祉関係にも携わっている学科の先生なんで、そことその IT だったりだとか機械系だったりだとかも ご興味あるというところで、まあ今回はそういうつながりがあって今回実現したものなんですけども、そしてこれに関わらずまだまだ障害者アートでいろんな福祉機器だったりとかを扱って作り上げている方々はあると思うので、僕以外にもねもっともっとこういう形で出らさせていただける場面があればいいと思います。はい、実は僕今年で、ね、こういう写真活動をして25周年という節目にありて、でまあ今までここまでやってきたのは僕ですけど、おかげでいろんな方々が協力してくれている方が、やっぱりいるんですけども、まあ、そういう方を招いてですね、
25周年祭をやろうと思っていたんですけど、まあ、ちょっといろいろありまして、会場の問題もあって、ちょっと年内にはちょっとね、そういったようなことはできないんですけど、来年ぐらいには、そういうイベントをやろうかなとか、あともう来年も、個展とグループ展と参加が決定をしているのでですね、また機会があれば皆様にご紹介ができればなと思ってます。次の個展のテーマとかも同じような感じで、そうです、そうですね、やっぱり人物、まあ女性に限らずなんですけども、男性でも女性でもの、ポートレートを中心にして、今、追っかけているテーマでやらさせていただこうと思ってますね。はい、やっぱりその、世界には、いろんな人種がいて、で性別は男性女性しかいないんですけども、やっぱりいろんな方々がいて、でいろんなことを考えてる人がいて、でその中で僕はやっぱり、なんて言うでしょうね、なんか、特に言う、こういう女性が綺麗な格好をして、笑っている姿も、すごい魅力的なんですけども、別に格好とかそういうのは別に二人でもいい中でも、こういうなんか、うつむいている、普通にしている姿が僕はどうしても魅力的に感じて、いう部分があるので、どうしてもなんかそういう人の内側だったりだとか心を、作品として残したいなっていうのが大きくあって、それでやらさせていただいてます。はい、はい、よろしくお願いします。